この商談俺が行くわ。俺の大口商談の資料を奪い、そう言った上司。もちろん俺は反対した。しかし、お前は俺の部下だぞ。俺の言うことが聞けないのかよ。と、いつもの威圧的な態度で凄まれる。もういい加減にしてくれ。この上司にはいつか仕返しをしてやるんだ。俺の名前は久保田。40歳で不動産屋の営業だ。妻と息子が二人いて、プライベートは充実している。ただ、仕事の方はどうかというと、嫌な上司に頭を悩まされているところだ。上司の名前は井出。50代でずっとうちの会社で働いているらしい。社長の友人で、それなりに権力を持っていて、部下へのパワハラは当たり前。だから部下からの評判は最悪なのだが、見た目の成績だけはいいので、井出の権力が勝っているといったところだ。見た目の成績だけというのは、井出は美味しい案件を部下から横取りすることが多々ある。特に俺は目をつけられているのだ。以前、新人をかばうために井出に盾ついたことがあるのだが、それをずっと根に持たれていて、断るごとに俺に嫌味を言ったり、案件を横取りしたり、とても上司がやるとは思えないことを平気でやっている。そんな会社辞めればいい、と思われるかもしれないが、この環境に慣れてしまっていて、これが普通なのだと思っていたのだ。それに、俺には家庭もあるし、今から転職するのも勇気がいる。だから、理不尽なことも自分自身で気づかないふりをしていた。ある日、俺の友人の家内が俺に相談をしてきた。祖父が亡くなり、持っていた土地を父親が相続したそうだが、持て余しているので有効活用できないかという。家内がうちの会社まで足を運んでくれて、俺は親身になって相談に乗っていた。そこへ井出がやってくる。これはいつもの井出の手口だ。俺が商談していると横から入ってきて別の提案をしてくる。井出はお客様に平気で嘘をつくし、やり方は汚いのだが人当たりは良い。大抵のお客様はコロッと騙されてしまう。俺は井出の話を阻止しようとするが、そういう時はなぜか俺が社長に呼ばれる。うちにとっての利益になるから、井出の契約の方がいいというのだ。社長に言われたら逆らえない。俺の感覚も麻痺していたのだと思う。納得するふりをしてごまかしていたのだ。でもさすがに、昔からの友人、家内が井出に騙されるのを見過ごすわけにはいかない。俺は家内の前で井出に言い返した。どうしていつも横入りしてくるんですか？私のお客様です。いい加減にしてください。事務所内が静まり返った。運よく他にお客様はいなかったのだが、従業員たちがこちらを見ている。井出の権力は絶対的だったので、やっちゃったなぁ、という声が聞こえてきたほどだ。みんなこの会社の体質に慣れてしまっていて、おかしいことをおかしいと思えなくなっていた。社長が出てきて、家内を帰らせ、その場は何とか収めたものの、俺は一週間の謹慎処分を食らった。ボーナスの査定にも響く時期に、これは痛手だ。それに、これからどんな顔で会社に行ったらいいのだろう。意気消沈しながら帰宅した俺を、妻が心配そうに見てくる。普段は仕事の話はほとんどしないのだが、さすがに謹慎処分を食らってしまったし、俺はすべてを妻に話した。すると妻は怒り、そんな会社辞めちゃいなよ、と言う。
でも俺は一家を背負う大黒柱だし、と思っていると妻はため息をついた。そろそろお父さんの会社に行けばいいのに。実は父は不動産屋を経営していて不動産王でもある。父は厳しい人で、俺は幼い頃から礼儀やマナーを叩き込まれた。塾や習い事も強制的に生かされて反抗したこともある。だから父のことが嫌いだった。昔からいずれ父の会社を継ぐんだと言われていたが、そんな気には全くなれなかった。それに一度外で学んでこいと言われたので、俺は父を見返してやろうと同じ不動産業界に就職。しかしそこでようやく父の偉大さに気づき始めたのだ。結婚して父にとっての初孫ができると父の態度も軟化。今でこそ和解しているが、父の会社に転職させてほしいとは言いづらいのである。だから謹慎が明けて会社に戻るべきか、それとも辞めるか、まだ迷っている。謹慎が明けて出社すると俺のデスクはぐちゃぐちゃになっていた。井出が、お前の案件はやっといたから。それにしてもよく出社できたな。もうお前は用済みだぞ。と言う。案の定、俺の商談はすべて横取りされていたのだ。井出はニヤニヤしながら俺を見た。ちなみに俺は昇進が決まったんだ。さらに収入も増えるし、そろそろタワマンでも買うかな。その顔を見ていると虫唾が走り、俺はもうここにはいられない、と思った。俺はさっさと退職願いを出し、ここを辞めることにした。それから半年後、俺が友人の横尾と歩いていると、なんと前から井出が歩いてきたのだ。井出は俺の姿を見つけ、おい、久保田だろ、とにこやかに近づいてきた。そして俺に向かって、ダメだろ、お前みたいな無職の貧乏人がこんなタワマンの近くを歩いてたら、と言う。貧乏人だとタワマンの近くも歩いてはいけないらしい。ここは公道なのに。それに井出の中で俺は無職ということになっているようだ。俺がため息をつくと井出は笑いながら言った。俺は勝ち組で将来安泰だよ。お前がいなくなった後、ますます売り上げを上げているし、向かうところ敵なしだ。それに見ろ、俺は今タワマン住みだぞ。と言って、目の前のタワマンを指さしている。タワマンねえ。俺がそうつぶやくと、横にいた横尾が吹き出した。それを見た井出は、なんだ？お前の友人か？失礼な奴だな。お前みたいな奴にはレベルの低い友人が集まるんだな。と、俺たちを見下す。それを聞いた俺も思わず笑ってしまい、俺と横尾は笑いが止まらなくなる。俺たちを睨みつける井出とは逆に大爆笑してしまった。何がおかしいんだ？と凄む井出。そこで横尾が、あなた人生終わりましたね、と言う。井出は眉を潜めた。え？そこで横尾が名刺を差し出す。私こういうものです。それを見た井出は驚いた。弁護士？俺は追い打ちをかけるように自分の名刺も出した。すると井出は、お前再就職してたのか、と言った後、名刺を見て驚いた顔をする。おい、ここって大手不動産じゃないか。それに、俺はうなずいた。俺の勤めている不動産、このタワマンの管理もしてるんですよね。
井出は俺の言葉に一気に青ざめる。ついでに言うと、ここを建てたのは俺の父です。井出はますます青ざめた。ここを建てたのって、あの不動産王がお前の父親？俺はまたうなずく。隠していたわけじゃないんですけど、父とは確執があったもので、人に言えるような関係じゃなかったんですよ。まあ最近では和解したんですけどね。あの会社を辞めてから父と話をしたら、次期社長として働いてくれと言われたので、今はここで働いています。井出は情報の処理が間に合っていないらしく、青い顔のまま時々首をかしげている。その時、横尾が口を挟んだ。もしかして、久保田の言うこと嘘だと思ってますか？俺は続けた。嘘だったら、あなたが滞納している情報なんて持っていませんよ。そう言うと、井出は顔面蒼白になる。俺は今までの恨みもあり、ついつい言葉に力が入った。あなた、3ヶ月分の家賃滞納してますよね。俺が辞めるとき、収入も増えるし、タワマンでも買おうか、と言っていましたけど、井出さんは賃貸契約。もしかして買えなかったんですか？そう言って俺は笑った。横尾も笑いながら、私は久保田の友人で弁護士なので、久保田から相談されていたんですよ。と言う。井出は唖然としている。俺は井出に向かって、無職の貧乏人じゃないので、タワマンの近くを歩いてもいいですよね。今日は管理会社としてここの様子を見に来ました。井出さんもいれば家賃の件、お話ししようと思ったんですけど、ここで会えるなんて訪問する手間が省けましたよ。と言った。督促も無視しているようですし、強制退去になりますよ。そう言うと、脅しかよ！と井出が言う。俺は首を横に振る。脅しではなく、当然のことを言っただけです。そこに横尾が口を挟んだ。脅しているのはあなたの方ですよね。井出は横尾をじろりと見る。何の話だ？と言うので俺が答えた。俺の友人の家内、あなたに脅されたと言っていましたよ。すると井出の眉がピクリと動く。余っている土地を駐車場にしようかと俺と話を進めていたのに、俺の謹慎中にあなたにその話を潰され、マンションを建てるよう勧められたと言います。そして初期費用がかかりすぎるからと断ったら、今度は投資用に別のマンションを購入しないかと毎日のように連絡してきているというじゃないですか。井出は慌てて、ああ、投資に興味がありそうだったからな、と言う。横尾は井出を睨みつけた。金井は何度も断っているそうじゃないですか。それなのに家にまで行っているそうですね。俺も続ける。俺のデスクに置いてあった金井の個人情報を悪用したんですよね。それはと井出は口ごもった。それにしつこい勧誘は宅建法に違反すると知っているはずですよね。俺がそう言うと井出は慌てて首を振る。しつこい勧誘なんてしていない。興味がありそうだったから、と同じ話を繰り返す。俺と横尾はため息をつく。金井はしっかりと断っているらしいじゃないですか。それでも興味がありそうだとか言うなら、あなたの見る目は腐ってますよ。営業やめた方がいいですね。はっきりと言ったが、井出は反論してくる。お前より俺の方が営業成績は良かったんだ。お前にそんなことを言われる筋合いはない。俺はため息をついた。
純粋な営業成績だけなら負ける気はしませんけどね。そりゃ人の商談を横取りばかりしていたら営業成績上がるでしょ。俺の言葉でようやく井出は口を閉じる。俺は続けていった。元同僚から話を聞きましたよ。あなた、奥さんに出て行かれたんですって？ DV で訴えられているとも聞きましたけど。そこまで言うと、井出は俺を睨む。だからなんだ。別に、あなたのことに興味はありません。ただ、和解するためにお金が必要なんですよね。それで、金井や他のお客様に強引な勧誘をして、成績を上げようとしている。このタワマンだって、せっかく契約したのに、ここの家賃を支払っていては、和解金がたまらない。でも、せっかく借りたのにすぐに引っ越すなんて、あなたのプライドが許さない。そういうことでしょ？俺が説明をすると、横尾も隣でうなずいた。井出は唇を噛む。横尾が口を開いた。とにかく、あなたはここの家賃を今すぐ支払う。できないのであれば強制退去です。それに、私は金井からも、あなたのことで相談を受けています。しかるべきところへ報告させていただきますね。すると井出は、今度は態度を180度変えてきた。申し訳ありません。家賃は貯金を切り崩してでも今すぐ支払います。覚えのないことで DV だなんて訴えられて、俺も困ってるんだ。こういうのはいつも男が悪者だからな。わかるだろう？井出は情に訴える作戦なのか、いつもの高圧的な態度とは打って変わって下手に出てくる。でも俺と横尾は首を横に振った。わかりません。俺は妻に訴えられたこともありませんし、多分訴えられることもありませんから。そう言って笑ってやると、井出は悔しそうな顔で俺を見る。俺は井出にきっぱりと言った。支払い期限は1週間。それ以降は強制退去です。そして横尾と一緒にその場を去った。その時、タワマンに住んでいるおしゃべりな主婦と目が合ったのだ。何か揉めているのかとこちらを見ていたのだろう。この主婦は前からここに住んでいる人で、俺も挨拶はするのだが、いろいろな噂話を話されて困ることがある。そのくらいおしゃべりなのだ。ということは、井出の家賃滞納の話もあっという間に広がるかもしれない。そう思ってその場を後にする。数日後、やはり家賃が支払えないと井出から連絡があった。井出は怯えたような声で、それに住人たちがじろじろ俺を見てくるんだよと言う。俺は笑った。多分あのおしゃべりな奥さんが噂でも流したのだろう。井出は、俺が妻を追い出したとか陰口を叩かれていたんだ。なんでそんなことを、と困惑している。家賃滞納だけではなく奥さんのことまで広まっているとは想像以上だ。俺は、そうですか、大変ですね。でもしつこい勧誘はそれ以上に怖いと思いますよ。と言ってやった。そして井出はタワマンを解約。予行によると、井出は宅建法違反で処分されることになったそうだ。しかも、友人であるはずの社長からは切り捨てられたらしい。つまり、無職になったのは井出の方だ。井出は同じような手口で何人も投資用のマンションを売りつけていたそうだから、当然の結果である。それから2ヶ月後、俺が会社にいると来客があった。随分とみすぼらしい格好のおじさんだ。賃貸の相談か？と思って近寄ると、なんと井出だった。頬は痩せこけているし、覇気がない。俺が顔をしかめると、
井出はすがるように話し始める。貯金は財産分与だ、慰謝料だと根こそぎ妻に持っていかれた。会社もクビになり、行くところがない。ここで雇ってもらえないか？俺はすかさず、無理ですね、と答える。井出は涙目になり、だったら住むところだけでも用意してくれないか？お前不動産王の息子なんだよな。空いているマンションの一つくらい用意できるだろう？と言うので、俺はにこやかに対応した。賃貸のご相談ですね。そう言うと、井出は拍子抜けした顔をして、ブンブンと首を横に振る。違う。俺は金がないんだ。俺は井出を睨んだ。は？ただで貸せって言ってるんですか？井出はうなずき。大丈夫だ。俺がここで働けばすぐにその恩は返せる。だから、いいだろ？と言ってきた。俺はため息をつく。何言ってるんですか？いいわけないでしょ。宅建法違反をした人を雇うと思ってるんですか？井出は小声で言った。お前は俺の元部下だろ？少しくらい協力してくれても。俺はそれを遮る。あなたは元上司ですが、可愛がられた覚えは一切ありません。よって、あなたに恩はありません。むしろ、俺を首に追い込んだ張本人。あれだけ人の案件を横取りして、昇進して、将来安泰だと豪語していた人がこんな姿とは滑稽ですね。井出は本当に、俺が何とかしてくれると思ったのか、俺の言葉を聞いて絶望した顔をする。もしかして自分は可愛がっていたつもりだとでも言うんですか？たまにいますよね、そういう人。井出がほうけているところを見ると、俺の言葉の通りのようだ。俺にした嫌がらせや暴言は忘れたんですか？随分と都合のいい記憶力ですね。そう言うと、寂しそうな目で俺を見てくるので。そんな顔されても情の一つも湧きませんよ。あなたはそれだけのことをしていますからね。お引き取りください。と言い、俺は井出を追い出した。その後の井出の行方はわからない。ちなみに、俺が前にいた不動産屋はいつの間にか潰れていた。井出がいなくなったことは、あの不動産屋にとって大きかったのだろう。もちろん、業界内では社長も悪評が広まり信用をなくしたようだ。俺の耳にも入るくらいなので、もう業界内で再就職もできないだろうし、社長も自業自得だ。金井はしつこい勧誘もなくなったと、俺や横尾に感謝してきた。金井に相談された土地は、今は駐車場として活用されていて、いい収入源になっているそうだ。俺は営業の仕事もしながらも、父について仕事をすることが増えた。今のお前になら仕事も任せられる。と父に言われ、少しずつ認められている気がする。背中を押してくれた妻にも感謝だ。今日は妻の好きなケーキでも買って帰ろう。妻の喜ぶ顔を想像して思わず顔がほころんだ。